レトルトカレーです。トトトトトト王道のビーフカレーです。かなり群を抜いて美味しい部類に入ると思います。はいどうも、タックでございます。はいどうもです。カレー大好きタックさんじゃないですか。どうもです。今日は何を紹介してくれるんですか。今日はですね、大阪を代表する高級料亭の日本料理ゆきさんというお店があるんですけども、はい、このお店が、まあ、とあるお取り寄せをしているということで持ってきてみたんですけども、おお、これがまあじゃん、レトルトカレーです。日本料理の料亭がこの出しているというこのね、レトルトカレーどんなもんかと思いまして、はい、私こちら取り寄せさせていただきました。ここね、見た感じこうビーフカレーということでね、欧風カレーのような感じをこう醸し出してるんですけども、はい、まあ、実際食べてみたらどんな感じかというのをちょっと今日レポートしてみたいと思います。早速ちょっと作っていきたいと思います。こちら湯煎の方完了しました。いただきます。はい、いただきます。トト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 トはい、完成しました。すごい香りはね、スパイシーに仕上がってますね。はいはいはい。具材はですね、お野菜とかも溶け込んじゃってるのかなって感じなんですけど、あー、なるほど。ビーフがゴロッと入ってる感じになってますね。もう文字通りのビーフカレーという形で、もう王道スタイルで通ってますね。では早速いただいてみたいと思います。いただきます。どうですか？いや、もうね、王道のビーフカレーです。王道のビーフカレーなんですけど、すごいしっかりとした深いコクとまろやかさがあるんですけど、結構最後にやっぱピリッとね、辛みが結構きてるんですよ。これね、すごいいいバランスの辛みで、全然辛すぎることなく、でもなんかただただちょっと甘いカレーライスという感じでもなく、絶妙なラインで作ってられますね。ちょっと今度はお肉もちょっと一緒に食べたいと思います。すごいじわっとお肉の旨味がね、広がっていくんで、本当によくできてますよ。いいビーフカレーですか？というのね、ここさ、本当に数年、レトルトカレーの美味しさっていうか、出来ってすごくもう向上してるんですね。食品会社とかがすごい切磋琢磨して、製造技術とかが上がってると思うんですけど、はい、その中でもかなり群を抜いて美味しい部類に入ると思います。どうでした？はい。たくさん。いや、本当にね、いろいろ僕も、まあ、家でレトルトカレーとかをね、食べたりするんですけど、まあ、そんな中でもこれ本当にかなり美味しい、ゆきさんのビーフカレー、ぜひちょっと食べていただきたいということもあって、こちら下のね、概要欄の方に URL が貼ってますので、また皆さん、チェックしてみてください。で、こちらね、5箱入りの、まあ、ちょっと贈答用とかにも使えそうな、まあ、こんな感じでね、まあ、かなり綺麗な、箱に入って、送られてきますので、まあ、お世話になっている方へのプレゼントとか、そういった用途にも使えると思いますので、ぜひチェックしてみてください。いや、これもらったら嬉しいですよね。これね、本当美味しいの、ね、これめっちゃ欲しいですまあ、ゆきさんもやっぱりね、日本料理ということなんで、いろんな商品の方をね、ラインナップしてますので、まあ、ぜひその辺も一緒にチェックしていただけたらと思います。今回もちょっと美味しいカレーのご紹介ありがとうございました。では今回はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。